みなさん、アロハー。リアリアハワイ TV、 ジミーです。あかりです。本日はカハラモールで日本へのお土産を探しながら、どっちが合計金額が50ドルに近いか対決をしたいと思います。お互い違うお店を回って、その中で1店舗お店を決めて、税抜きの金額で50ドルまでお買い物をしたいと思います。じゃあどっちが上手にお買い物ができるか頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあすごいたくさんお店があるので悩んじゃうんですけど、なんかまずこのカハラモールにアイランドソウルがあるので、そこにまっすぐ向かって商品を見ていきたいなと思います。こちらになります。入って歩いて 1,2 分ぐらいですぐ着きますので、この中に入っていきたいと思います。入ってすぐには可愛いアートとかがコースターとか置いてますね。横には可愛いスリッパが置いてます。あ、この水筒とかも可愛いですね。めちゃくちゃ可愛らしくて、これも時計になってますね。いいですね。ベストセラーとこちらはなってますね。こちらは女性用ですね。これとか可愛いですね。ハイビスカスの柄が22ドル。こういうのとか家の鍵とか車の鍵につけたら可愛いですよね。いいアクセントになります。ちょっとここのアイランドソウルもすごい良かったんですけど、ちょっとまだまだ他にも見てから決めようかなと思うので、違う方向に歩いていきたいと思います。こちら、シナモンガールというお店ですね。こちら入ってみたいと思います。これは何でしょう。メダルですかね。なんか面白いのが出ます。この辺りの洋服もすごいハワイらしくて可愛いですね。あ、ラッキーキャット、招き猫なんかもありますね。こういった小物もなんかすごいおしゃれで、お土産にもらったら嬉しいですよね。パイナップルのアロハのタオルですかね。すごい可愛いです。コースター可愛いですね。ハワイのビーチの絵が描いてあります。こういうのもお土産に良さそうですよね。だと大体5ドルぐらいですね。面白いのを見つけました。ソートフルーツフォーキッズ。中にカードが入ってて、で中に1枚1枚にメッセージが書いてあるカードみたいですね。7ドル8ドルですね。私個人的にはこういうの好きですね。サマーゴール、マーメイドになること、こういうの玄関に飾っちゃいたいですね。12ドルですね。じゃあこちらのお店です。早速撮っていきたいと思います。ここは今もう少しでバレンタインシーズンなので、可愛いのがありますね。あ、この牛年なので、この牛のタオルですかねがあります。お皿とかを拭いたり、キッチンにこう使えるタオルですね。あ、かわいい。すごいかわいい柄があります。こちらもまな板もありますね。ちょっと値段を失礼します。18ドルです。入り口入ったらすぐにハワイらしい柄がいっぱいありますね。あ、面白いですね。このトマトの上の部分を切る専門の、このビーズラップ、すごい今人気ですよね。ご存知の方もたくさんいると思うんですけど、こんな感じでラップにできる。レンジでも温めて平気だし、洗えるし、数年
長持ちするサランラップのエコバージョンですね。使い捨てじゃない。可愛いですね。いくらするのかな。これは23ドル。あ、この箸置きのも可愛い。アロハの。これは3ドル75。お、安いですね。このお茶碗とか、すごい。今なんか流行ってるみたいですよ、アメリカでは。こういうラーメンボールって言って、ラーメンにもなるし。で、ラーメンを食べながらこうやって、割り箸、箸がこうセットになっているボール。いいですね。こちらが入り口にあったタオルになりますね。こういうキルトの柄。すごい生地もしっかりしてます。ちょっと奥の方も見ていきたいと思います。すごい商品がね、たくさんあるので悩んじゃいますね。こういうランチバッグもいいですね。かわいい。金額は7ドル50です。これもいいですね。かわいい。やっぱりガハラモールはかわいい雑貨屋さんとかさあって、お土産を買うにはぴったりですね。ここのお店どうですかね。すごい外から見ても可愛らしいものがたくさん並んでるので、ちょっと中に入ってみたいと思います。メッセージカードですね。すごい可愛らしい柄がたくさん並んでます。いったハワイの柄のマスクも今は特に人気があるそうです。今お店の方に人気の商品を聞いてみたら、こういったタンブラーとかも人気みたいですね。こういったシャツも売ってますね。ポケットの部分にハワイの柄が入っていていいですね。これらの石鹸はこのお店で一番人気がある商品みたいです。こういった箱に好きな倉庫を集めてセットにできるので、好きな石鹸を選んでお土産にっていうのもいいですよね。こういったコースターですかね。すごいハワイ。これ一ついくらぐらいなんだ。6ドルぐらいですね。いいですね。今度はですね、このインマイクローゼットというお店に入っていきたいと思います。これ店内がピンクで可愛いですね。店内にはセールって書いてますね。アディショナル 50% オフ、キーホルダーとかあるんですね。これはベルトにつける、あ、ベルトですね。このカバンは29ドルです。マスカラとかリップグロスとかいろいろありますね。カバンを引っ掛けるやつとかもあります。このあたりセールなので、ちょっと洋服金額見ましょうか。19ドル99セントです。すごい安い。お店の名前がシンカートーイズっていうおもちゃ屋さんのお店です。で、早速中に入ってみたいと思います。この辺りはザ・アメリカのおもちゃって感じですね。英語が分からなくても楽しめるおもちゃがありそうですね。レゴは日本でもすごい人気があると思うので、お土産に買っていったら喜ばれそうですね。ここはすごい車のおもちゃがたくさん揃ってますね。こちらですね。ではちょっと中に入っていきます。なんか早速お部屋の便利なものがたくさんありますね。こういう
とか鏡とかキッチン用品とか、これとか面白いですね。蜂蜜用のですね。これはポーチになってますね。帽子ですね。あ、動物の絵が描かれているジップロックとかがあります。ここはステーショナリーですね。あ、かわいい。これとかボールペンにキャラクターがついてますね。ちょっと他にも見ていきたいと思います。今度はティンカーティンクスというお店、おもちゃ屋さんにちょっとここに行きたいと思います。かわいいですね。たくさんパズルがあります。お子さんがいる人とか、あとは勉強、英語の勉強を頑張っているお子さんとかにちょっといいかもしれないですね。ビー玉のカラフルな面白い。サンライズとかドラゴンとかタイガーシャークとか、そういうイメージをしたビー玉があります。この辺りはレゴセクションですね。この辺はルービックキューブですね。ちょっとあんまり普通のサイズあんまり見ない形がありますね。三角とか丸とか面白いですね。これとか面白いですね。ペーパーワッチ、紙でできた時計だそうです。お茶っ葉をこの中に入れて、で茶葉が出ないようになってます。これはマグカップにこんな感じで。ファイティングイールっていう、お店の中に入ってみたいと思います。ここは女性用の洋服のお店ですね。これはファイティングイールのエコバッグとマスクのセットですね。これとか今の時期すごい喜ばれそうなお土産ですね。40度ですね。フェイスマスクも売ってますね。今ハワイの柄のマスクとか人気ですからね。お土産で買っていったら喜ばれるかもしれないですね。20ドルです。あ、これがエコバッグですかね。広げた状態のものですね。結構カハラモール広くてお店がたくさんあるので、まだ私の中で整理ついてないです。じゃあこちらのビクターペーパーっていうところに入っていきたいと思います。すごい中はかわいいハワイの雑貨、カバンとかありますね。このノートブックス、あ、6ドル、安い、かわいい。この辺とかはちょっと不思議なボールペンとかが売ってますね。これでも2ドル50とかなので、この辺も安いですね。かわいい。こういうのも面白くてお土産にいいかもしれないですね。お、またちょっと面白そうなお店を見つけたので、こちら入ってみたいと思います。ここは水着とかフィンとかも売ってますね。マリングッズとかがたくさんあるお店ですね。バックパックとか、サンダルとかお子さん用のものがすごいたくさん売ってますね。こうい
た。日焼け止めも売ってますね。この日焼け止めすごい人気ですよね。33バタフライズっていうお店があるんですけど、そこも可愛いのでちょっと入っていきたいと思います。すごい、いろんな種類があって可愛いですね。では買ってきました。はい、はい、どこのお店で買いましたか？私はソーハリビングで、はい、買いました。どちらで、ジミさん？はい、ザ・コンクリートキッチンでちょっと集めてみました。早速、商品をご紹介したいと思います。
チャンネル登録お願いします。ハロー。